大好き浜松リスペクト番組浜松発久保チャンネル。どうも浜松生まれ浜松育ち浜松を愛してやまない久保ひとみだにもう浜松の魅力をたっぷりお伝えしたいなと思ってね。浜松の魅力ってほんとたくさんあるんですよね。あ、どうしよう、どれから紹介したらいいんだろう。ハード。久保チャンネル、今がおすすめ浜松にぴったりの話題をお届けしますよ。こちら、春らんまん今が楽しい浜松フラワーパークに行ってみたに。というわけで浜松フラワーパークにやってきましたよ。春の浜松といったらここは外せませんよね。皆さんはじめまして、浜松大好きナレーターお茶丸だに。僕が最も尊敬する久保さんがやってきた浜松フラワーパーク、今なら50万球のチューリップに1300本の桜が見頃を迎えているんです。さらに浜松では春の風物詩浜名湖花フェスタを開催中。浜松フラワーパーク会場ではこれから藤やばら、花菖蒲など四季折々の花を楽しむことができるだよ。春ですね。そうなんです、咲いてますね。村松さんと同じぐらい美しいですよ。ありがとうございます。否定しませんね。久保チャンネル、ほら、あ、すごい、今ね、ちょうど噴水ショー流れてるんですけど、わ、ラッキーですよ、噴水ショー始まった。あとね、あちらちょっと見ていただくと、エカダンが今回はゆるキャラになってます。家康か。あ、そうです、家康って分かりますか。分かります。私の花壇も作ってください。久保ちゃんの、久保ちゃんの花壇も作ってください。久保チャンネル、浦松さん、はい、すごいですよこれ。大きいですよね。大きい。全部で7体のモザイカルチャーでできた森の仲間たちという作品なんです。真ん中にブランコ、そうそうそう、ブランコ風のベンチがあって、ここに人が座ることで仲間に加わったっていう。一緒に座りますか。じゃあぜひ2人で ね、眠れる森の美女なんだか楽しそうだや。さて、園内を散策したら海の恵みラーメンがおすすめ。遠州灘や浜名湖の食材がたっぷり入った人気の一杯ですよ。久保さん、美味しそう。いや、年中楽しめる浜松フラワーパークですが、浜名湖花フェスタ開催中の今が特に楽しいですよ。というわけで、今がおすすめ浜松フラワーパーク、久保チャンネルに